はい、どうも、米助と申します。さあ、ということで今日はですね、再びね、以前も来た鹿児島県はね、喜界島の中でも屈指の磯にね、やってまいりました。で、前回来た時は、シブダイ3枚とバラフエダイが2枚ですね。で、シブダイのね、肩も結構良かったし、一番最初にかけた魚が最近ではなかなかね、味わったことのない結構すごい引きで、ただもたもたしてる間にね、バラしてしまったということで、他にもね、数々の大物がね潜んでることは間違いないので、まあ今日は再びね、挑戦してみたいなと思います。で、まあタックルはね、はい、まあ前回と一緒ですけど、強めの石台竿ですね、ダブルエイジの石台竿にタリカ、両軸リールにナイロン30号にセズレワイヤーですね、セズレワイヤーつけて、まあ相当でかい魚もかかる可能性があるんで、全部ワイヤーですね。で、今回餌はですね、たまたまスーパーで見つけたカツオの腹も、はい、前回はねこれで無双しましたからね。で、さらに生のムロアジ、これは素晴らしい。そして前回言ってたね、このバラフエダイ、こいつもね切り身にして投げたらいい餌になるんで、こいつも使いますよ。よし、じゃあ早速やっていきましょう。OK、 こんな感じで食べやすいようにねして、投げ込んでね、早速当たりはあるけど、まあこれは十中八九餌取りで、前回もね、日が沈んで夕間詰め直後ぐらいにガンっていきなりねすごい当たり来たんで、まあ日中は釣れる可能性はあるけど、まあまあ期待で低めということでね。じゃあちょっとね、夕間詰めはぶっ込みはちょっと期待値低めなんで、ルアーでね、がっつりルアーでやっていきましょう。まあ、何が釣れるかよく分かってないけど、まあでもカスミアジとかは釣れるみたいなんでね。翌日もね、再びやってきました。本当はね、別の場所に入る予定だったんですけど、先客がね、いて入れなかったんで、再びね、この地に戻ってきました。よいしょ。さあ、前回は微妙だったけど、今日はどうなるか。ただ今日はね、昨日と違って若干横から風が吹いてるんで、それがちょっといろんな意味で心配ではあるけど、まあ天候には気をつけながらやっていくか。こっちでぶっ込んでる間に餌をね釣ります。ライトショアジギング、まあまあね、でかい魚も狩ると思うんで、ラインも太め、タックルも強めでいきます。すげえ。いやね、こういう餌取りが多い時は、この前言ってたね、このバラフエダイ、こういうね鱗がびっしりしてる魚は比較的ね餌取り取られづらいんで。来
たこの半身を使って、よし、こいつをねぶっ込みます。これでも結構釣れるからね、本当に一瞬で餌取られるな、すごいな。Okay、こんな感じで、よいしょ、釣った魚をねぶっ込むと、これが一番ロマンのある釣りよ。なんだ、中層で食ったぞ。ふぅ、なんだなんだなんだ、お、な、なにこれ、なんだこいつ、ハタだ、ハタだけど変な色、え、これスジアラ、これもしかして、なんだこれ、スジアラかな、なんか見たことない模様だけど、尻尾の形状はこうまっすぐなんで、ここが丸いとね、青のめハタとか他の種類なんですけど、なんだこいつ、いやー、いい当たりだった。カットだ、あんま大きくないけど、なんだこれ、よいしょ、ん、何これ、なんじゃこいつ、ん、なんか変な魚が釣れた。あ、これはなんと釣れたのはおじさん。おお、これは最高の餌じゃないか、最高の餌ですねこれは。まあ、泳がせにはちょっとでかいけど、切り身にしたらかなりいい餌になるね、これは嬉しい。イエーイ、やりました、よし。おじさんが釣れるのは兆候的には微妙か、せや、入った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 、何これ、おお、おでっか、よいしょ、ああ、ああ、折れた、
ぶり上げんの無理だった。さすがにこれは無理か。行きましょう。うわーでかー。おほーで折れたまあそれは折れるわな。無理した。はい、ということでめちゃめちゃエグい当たりの正体は大型のタマンでした。でけえ。いやこれはいいサイズ。いやちょっと竿がいや今までかなりねでかい魚もね抜き上げてきたんで、こいつもいけるかなって思ったら全然無理でした。まさかの遠征先で竿が折れてしまった。やってしまった。とりあえずタマン、いやーやりました。かなりいいサイズ。イエーイ。ちょっと竿が折れてもう釣りが続けられなくなったんで、ちょっととりあえずこいつのサイズだけ測ろう。結構いいサイズじゃないこれ。おーおん、これは何センチだ。体高がやばいけどな。はい、サイズがねだいたい67センチぐらいで、はい、まあ自己記録更新ではないんですけど、ただ多分重量だと自己記録じゃないかな。体高がすごい、体高がえぐい。サイズの割に重量もね結構あるんじゃないかな。おおお、すげえ。今度なんで94.5キロとか。え、このサイズで 4.5 キロってやばくない？このサイズで 4.5 キロってやばくねえか。4キロとか 4.5 キロとかですね。マジか。いやー超グッドコンディションタマン、やりました。これどうしよう、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 どうしよう。はい、ということで結局ねタックルはスピニングに変えたんですが、この後ね今回の遠征で一番重要なシーンが来るにもかかわらず、まさかのカメラのバグで動画は撮れてるんだけど音声が撮れてないと。同じカメラでね今まで数百時間とか下手したらね千何時間とか撮ってきて、でもこんなこと多分ほぼ初めてなんですよ。で実はね今回釣りしてる場所って島の人からするとね結構やばい心霊スポットらしくて、一応やめとけっていう警告はね受けたんですけど、はい、もしかしたらその影響かもしれないですね。さあタックルを変えて結構すぐやばい当たりがあった。そして竿がぶち曲がる。いやマジでなんでこのシーンだけ音声取れてないのか本当にねまず謎なんですけど、本当にやめてほしいんですけど、とにかく重い。そして引きもなかなかのもんだ。果たしてこの魚の正体は一体なんだ。いやーすげえこれ、マジでできマジででかい。うわー、いやーまさかの憧れ続けた魚がこのタイミングで釣れるぞ。いや島に来てよかった。めちゃくちゃでけえこれ、やばいこれ。いやーですね皆さん、いやあれなんですよ、こいつね多分ほとんどの人はね知らない魚だと思うんですけど、シブダイと似た確か釣れた池の魚かな。南の方の島でしか釣れないんですよこいつは。基本的に南西諸島でしか釣れなくて、はい、こいつはですねそう南西諸島の方でしか釣れない魚なんですけど、まあシブダイとね、似たような系統の魚ではあるんですが、まあ
渋田よりもさらに釣れない。渋田はまだねタイミングが合えば釣れる方なんですけど、こいつはね多分個体数がかなり少ないんだと思うんですけど、まあ相当レアですね。普通に釣るしなかなか釣れることはまずない魚で、まあ渋田と同じく高級魚でちょっとね癖があるらしいんで、渋田ほどキロ単価はね高くないみたいなんですけど、ただサイズがね、まあ見てわかる通り多分これ10キロ近くあるんじゃないかな。渋田ってこんな大きくならないんで基本。いやでも本当にね、まあまず釣れない魚なんで、まあ、いつか釣れたらいいなと思ってたんですけど、このタイミングで釣れるとは思ってなかった。いやでかすぎだろこれマジで。でけえ、腹回りやば。何センチだろうな。ちょっといろいろ計測してみようか。磯が平坦ではないんであれですけど、まあ74センチかな。74センチだと多分10キロはないと思うけど、でも10キロ近くあるね。いや見てこのお腹半端ねえ。なんじゃこの太さで、これをこれ吊るした状態で0キロでふん。おお、やっぱいいサイズだね。 8.2キロ、 8.2キロ、10キロには届いてないけど、それでもかなりいいサイズ。いや本当にでかいよな。でけえ。いや本当に来てくれてありがとう。いや超希少種ですね。まあこいつもねたまたま釣れたけど、まあ今後めったに見れないと思うんで、今のうちにねバッチリ写しておきます。この顔の模様がかっこいいですね。縞状になってる。これがナミフエダイ最大の特徴やね。よし、いやこうやって見るといかついな顔。普通に朝まで釣りする予定でしたけど、とりあえずこいつをね宿に持って帰って下処理したいんで、あともうちょっとだけ釣りしてね帰りましょうかね。波増えだい仕留めたりー。